皆様、本日はですね、激安、一人前激安の鶏すき作っていきたいと思います。でもこれはまあ一人前だいたいいくらだっけ、計算して140円なんですけども、まあ我々ね、でこれでな、2人前だったらこれを全部半分ずつ使う予定だったんですけれども、まあね、サイズ感ビッグなんで、まあ一応4人前と前提で作っていきます。ただそれだとしても、まあ、500円ぐらいなんで、だから1人前は140円ぐらいで、いつもたまにね、あのコメントで1人前の分量をって、ね、おっしゃってる方もいたんで、そんな感じでこれの4分の1で作ってということで、じゃあ早速作っていきます。で、まあ本当にこれがびっくりなんだけど、グラム55円って安すぎるんだけど、今回はこちらの鶏もも肉を使っていきます。で、すき焼きなんでね、ちゃんと卵もつけるんで、卵も計算した上でのその値段だから、まあ安いよね。安い。卵も今回しかも安かったんですよ。そう。だから、節約レシピっていうのもあるけど、お買い物上手。お買い物上手です。はい、じゃあ早速作っていきます。で、まあ鶏なんですけど、切ろうかなと思ったんだけど、まあ量があるのと、一応火にかけたら縮むので、まあこれはそのまんまでいいかな。で、こちらもね、焼き豆腐なんだけど、これもともと切ってあるやつなんですよね。なんでここら辺と、あとアク抜き不要の白滝、こちら一回水切っときます。じゃあ今白滝と豆腐は水を切ったので、こちらえのきはもう下を切って、このまま使っていく。で、もやし、こちらも軽く水洗いだけしておきます。でね、まあ季節柄のね、もうちょっとしたら白菜とかが多分4分の1で90円とか50円とかで売った時もあるから、そうなったら白菜とか入れてもいいんだけど、今回はとりあえずね、まだ季節柄白菜が高かったんで、こういうのでやっていきます。で、まあ個人的にはね、私春菊がすごい好きなんですよね。昔食べれなかったのに。なんでね、まあここら辺に、今はもうこれだけだったらすごい安いんで、プラスあとはもう皆さんお好みの、まあキノコ類が安く売ってるんだったらキノコ類入れたりとか、春菊、白菜あたりを入れてあげてください。はい、じゃあもう材料は今回鶏肉、えのき、白滝、焼き豆腐ともやしだけなので、じゃあ一応ね、彩りとして、まあ緑、今ね豆苗が少しあるんで、少しだけ豆苗を乗せようかなと思ってるぐらいで、まあ彩りなんであってもなくても大丈夫です。次、割り下作っていきます。じゃあまずね、割り下なんですけども、お醤油80に、みりんも80、お酒こちら 40cc、 醤油とみりんとお酒を2対2対1の割合ですね。で、こちらにお砂糖大さじ4杯ほど、甘いのが好きな方はそれくらい入れて、で、そんな甘くないのがいいんだったら砂糖の量はそこら辺は微調整してくれて大丈夫です。僕は甘いのが好きなんです、すき焼き。こちらにかつおだし、こちら袋の2分の1ほど、かつおだし2分の1入れて、こちらで混ぜ合わせておきます。はい、割り下完成。はい、じゃあもう早速ね、火にかけていきます。ではもうフライパンに先ほどの割り下ですね、こちらよく混ぜ合わせて入れていきます。はい、でもお酒が入ってるんで、これをまず軽くひと煮立ち。はい、でひと煮立ちしたら、まずこちらの鶏肉をもうパパッと入れていきます。やっぱね、鶏肉とかはね、こういうちょっと業務用スーパーとかそういうところのがね、すごい安いんで、あと花マサとかね、普通のスーパーでもね、まあ安い時あると思うんだけど、圧倒的に安い鶏肉ってやっぱそういうところに売ってると思うんで、もし見かけた際には買い切れなくても冷凍しちゃえばいいんでね。で、この状態でまあちょっとひと煮立ちさせて、軽く鶏肉に火を通します。鶏肉にね、軽く火が通ったら、ちょっと端っこに寄せてあげて、で弱火にして、まず焼き豆腐、焼き豆腐入れて、白滝、えのき、でこちら全部入れたら、もう一度火をかけて、でこの状態で蓋をして 3,4 分ほどしっかりと煮ていきます。で、
2、3分煮たらスペース開けて、ちょっともう入っちゃってるんですけど、もやしを残りのスペースに入れてあげて、で軽く蓋をして、でもやしが適度にくたればもう火の通り次第で全部完成です。で最後ね、彩りのためにね、今回はちょっと豆苗を少しだけセンターに置いて緑を足そうかなと。でも今回はこの鍋ごとパッて出そうかなと思ってるんで、最後ちょっと待ってね、豆苗だけやってちょっと彩りを美しく見せたら完成ということで、まあもやし入れて正直 1,2 分で大丈夫です。もやしすぐくたっちゃうんで。では最後センターにちょっとだけね、洗って切った豆苗を中に置いて、こちらで激安鶏すき完成です。じゃあ実際食べていきたいと思います。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。ちょっと熱々のうちにね、これ見て、卵付きで140円だからね、安いよね。2人前280円ってことでしょ。そう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 、そこがだろ、だってこの量だからね。混ぜて、で今回その安くなってる部分で考えると、牛肉の部分が鶏肉になってるっていうのと、あとできるだけ安い野菜を使ってるってことだよね。うん、物野菜が結構高いからね。そう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 、いいよいいよ、食べて食べて食べて。ちょっとまず俺やっぱ鶏をね、そうだね、やっぱ鶏からだよね。ちょっといや、これ後半になってくるともやしがね、いい感じに汁を吸うから、そこもね、いただきます。どう、味どう、染み込んでる。うん、あ、もうすき焼き、いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいわ。でこの量だからね、お肉がすごいよね。で3分の1は肉だからね。個人的なやっぱポイントはやっぱ鶏もも肉っていうところなんだよね。あ、普通のさ、やっぱさ、やっぱもも肉で食べたいじゃん。焼き豆腐うまで、今回のもやし大量に入ってるから、うん、水分が出ちゃって味が薄くなるかなっていうふうに思うかもしんないんだけど、ちゃんとね、こうちゃんがあの味の濃さもね、ちょうどいい感じにしてくれてるから、うん、めっちゃいいよね。最初ね、だし汁で、あの僕は醤油、お酒、みりんと砂糖と、あとあの、かつおだし入れてるんだけど、私、だし汁使おうかと思ったんだ、さらに。うん、かつおだしお水で溶いたやつにしようと思ったんだけど、野菜から結構水分が出ると思ったから余計なあの水は足してないんで、うん、なるほどね、出そうっていう感じだね。うん、それで濃さを調節しております。白滝うまもやしめっちゃ熱い。うまい、気をつけてこうちゃん、熱々だから。うん、ちょ、全部のちょっと素材全部食べてみよう。大好きなえのき、シャキシャキだね。もうよく味が染み込んでる。豆苗もしかも節約プラス今回簡単だから ねやっぱ、いや今回悩んだんだよね、お皿で出そうかどうかね。うん、でもやっぱりフライパンで出せる方が楽かなと思ってね。うん、でもやしめっちゃうまい。やばいよね、シャキシャキだよね。シャキシャキだから結構その何、この汁吸ってくれてるからね。一回パッてまず入れちゃえば、お、抜くね。いけた。いただきます。じゃあちょっと最後は焼き豆腐。熱かった。危ない、やけどしそうになった今。最後鶏肉食べて締めるか。じゃあうまいわ。めっちゃうまいね。めっちゃ進む、ね、結構しっかり味してるから。うん、めっちゃうまい。正直あの牛肉じゃなくても全然美味しいよね。うん、ということで、はい、本日は1人前140円でできる、鶏すきね、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、うん、はい、本当にあの140円とは思えないクオリティになってるかなっていうのが個人的な一番の感想かなって思います。やっぱ選ぶ野菜によってね、すごく安くなったりもする。まあもやしもそうなんだけど、豆腐とか、そう、こうちゃんが言った葉物とかね、使わなかったりとかすると、うん、結構お安くできたりすると思うんで、で味もね美味しいし、あのご飯のおかずにもちゃんとなるんで、
ぜひね、作ってほしいなと思います。はい、はい、どうだった作ってみて。簡単だったし、やっぱちょっと気をつけないといけないのが、やっぱそのもやしを入れるタイミングね、あんまり早く入れすぎちゃうとやっぱくたっちゃうのと水分がすっごい出ちゃうから、その分味は薄くなっちゃうと思うんで、うん、もしまあ最初に入れちゃって薄くなっちゃったなって思ったら、ちょっとお醤油とか足してあげて、うん、ちょっと塩辛さ足してあげた方がいいと思うんだけど、うんうん、その辺はお好みでやってみてください、はい、という感じですね、うん、ということで本日は、そんな感じで以上になります、はい、とても美味しかったのでぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。